ここからは明日のお天気を見ていきましょう。まずはリポートからです。京都府京都市のリポートです。すごい雨です。はい、こちら普段水たまりにならないような場所でも大きな水たまりになっています。雷も鳴っていましたということで大雨のリポートいただきました。はい、というわけで今日は日本海側エリアを中心に激しい雨となったところもありました。明日にかけての天気も確認していきましょう。明日の全国の天気です。明日沖縄は晴れ間もありますが急な天気の急変に注意が必要です。沿岸部では波風強まるので近づかないようにしてください。そして九州から関東にかけては傘が手放せない天気となりそうです。特に九州や中国そして北陸ですね、このエリアではザーザー降りの雨にもなりそうですので大きめの傘でお出かけください。そして東北南部そして関東も折りたたみ傘があると安心な天気でしょう。お天気アイコンは晴れとなっていますが北海道の道東エリアこちらも急にパラパラ雨が降る予想もありますので折りたたみ傘があると安心な天気となりそうです。明日は東日本から北日本にかけて気温はあまり上がりません。肌寒くなりそうですので羽織物を持って体調管理はバッチリ忘れずに行ってくださいね。明日は3連休素敵な休日を過ごしください。